どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、昨日ちょっとした騒ぎになった2027年に公開が予定されているモンスターバース最新作に関してちょっと話したいと思います。連日、大ちゃんの映画部屋の動画のご視聴ありがとうございます。ゴジラマイナスワンとゴジラコング新たなる帝国も少し落ち着きまして、ゴジラコンテンツに関しては世界的に中休みに入りましたね。これまでがずっとお祭り状態だったので、多くの人が興奮して盛り上がりを見せていましたが、今後のゴジラシリーズがどうなっていくのか非常に楽しみではあります。今年の11月のゴジラフェスまでは、国内ではゴジラシアターという過去作のリマスターを劇場で上映する企画が開催されておりまして、非常に魅力的なのですが、もしかしたらゴジラフェスで国内の新作に関する何かしらのアナウンスがあるかもしれませんね。ワクワクしながら情報発信を待っていましょう。さて、それでは本日の本題に入っていきましょう。昨日ちょっとした騒ぎになっていたモンスターバース最新作に関してですね。昨日の明け方に X にこんな情報がアップされていまして、ウェブ上をざわつかせていました。それをちょっと解説しますと、モンスターバースの次回作はザ・エンド・オブ・ゴジラというタイトルになる。ゴジラは劇中で死ぬ、コングも劇中で死ぬ、レジェンダリーの幹部がそう宣言したというものなんですが、多くの方がびっくりしたかと思います。でもご安心ください、完全なフェイク情報になります。この投稿の出展先はフォーブスとなっていますが、フォーブスはそんな情報を発信はしていませんし、業界メディアであるデッドライン、エンタメメディアであるハリウッドリポーターも最新作の情報を直近では発信していません。そしてこの投稿には何よりソースの URL が設置されてなかったんですよね。つまりジョークとして投稿されたものが大きく拡散されてしまったんです。人騒がせな展開なんですが、ゴジラコンテンツを愛している方からしたら気持ちのいい話ではないですよね。海外アカウントではこうしたジョーク投稿やフェイク投稿が多く溢れています。過去にもまだスティーブン・スピルバーグ監督と山崎隆監督が対面する前に、スピルバーグ監督がゴジラマイナスワンを絶賛しているとフェイクの投稿が流れて騒ぎになったりしましたよね。でもそれは後のアカデミー賞のイベントの一つのランチョンで、お二人が対面した際に実際に大絶賛だったので笑い話で済みましたが、今回のはちょっとあまりにもよろしくないと思っています。現在公式発表が何もされていない中でのこういうショッキングなニュースは注目を浴びますからね。また前述したようなものが増えていくと思いますので、皆様お気をつけください。またこれに合わせて2027年以降にもゴジラ単独作が3本制作される予定だという謎の情報も拡散されていますが、これも信憑性が全くないので気にしない方がいいと思います。今現時点で分かっていることは、グラント・スピュートワ監督が手掛けるモンスターバース最新作はご本人とファンの X 上でのやり取りからゴジラ中心の映画になりそうだという点と、制作陣にはモンスターバースの企画初期から携わっているトーマス・タル、メアリー・ペアレントがプロデューサーとして再度登板し、キャスティングディレクターとしてモンスターバースのシリーズ全てでキャスト選出を行っていたサラフィンも再び起用されて、脚本はゴジラ2014の原案者であるデイブ・キャラハムが起用されているってことだけなんですよね。それ以外のことはまだ何も分かっていないので、あとは全て噂として捉えるのが正解かと思われます。そして脚本家のデイブ・キャラハムは直近までスパイダーバースの3作目であるスパイダーマン・ビヨンド・ザ・スパイダーバースの脚本執筆に関わっていたので、モンスターバース最新作の脚本自体もまだ手掛けられていない可能性も非常に高いです。
スパイダーマンビヨンドザスパイダーバースは公開日がまだ定まっておらず、今現在も制作が進行中かと思われるので、まずはそちらの脚本作業に集中してからモンスターバース次回作に取り掛かると考えるのが自然かと思われます。モンスターバースの最新作の具体的な進捗状況が伝わってくるのはおそらく来年以降になるのではないでしょうか。それまではきっといろいろな情報に振り回されてやきもきするかもしれませんが、楽しみに待っていましょう。モンスターバースの次回作は今現在は完全にアダム・ウィンガーの監督の手から離れて、グラント監督の主導のもと制作が進行していくのも明らかなんですが、果たしてどんな路線になるのか非常に気になりますよね。ゴジラ、コング、新たなる帝国で登場したシーモなどの新キャラクターのその後が描かれるかもまだ不明ですが、今の流れだと次回作では新たなキャラクターが登場して世界観がさらに拡張されていく感じがしています。現在モナークレガシーオブモンスターズシーズン2が撮影中であり、さらに2本のスピンオフの映像作品が企画されています。その一つはクリプトンズアロジー未確認生物学というワーキングタイトルで制作されており、世界中に生息するタイタンをテーマにしたものになると噂されています。モンスターバースはホローワースという地球空洞説を大胆に取り入れた世界観で、 SF 要素が格段に上がり現状の流れが出来上がりました。その流れを崩さずにモンスターバースは突き抜けていく感じがしています。次回作ではスペースゴジラやデストロイヤなどの東方の人気怪獣のリメイクが登場してほしいという意見もウェブ上には多く存在していますが、ゴジラ、コング、新たなる帝国がゴジラとモスラ以外はオリジナルキャラクターのみであれだけ大ヒットしたことを踏まえると、東方怪獣は登場させないでモンスターバースの中で新たなキャラクターを生み出してくると思うんですよね。東方怪獣のリメイクももちろん見たいんですが、それこそファン向け映画になってしまうので、 2B コンテンツ、つまり米国内で2億ドルを稼げる見込みがあるフランチャイズ認定されている現状では期待はできないと考えています。ファンの意見を取り入れて1体だけ登場させるなどはあるかもしれませんが、大々的にメインヴィランで東方怪獣を登場させることはないんじゃないかなと個人的には予想しています。そしてその理由として国産ゴジラの存在もあります。国産ゴジラ映画の新作はまだ何もアナウンスされていませんが、東方シネマズからのアンケートなど時折匂わせがあり、水面下で何かが大きく動いていることは間違いないんですよ。次回作がゴジラ単独作なのか、はたまた対決ものなのかわかりませんが、もしかしたら国産ゴジラの新作映画で過去の東方怪獣のリメイクを出してくるのかなという気もしています。現在劇場公開中のジェムニバスの一編であるゴジラ VS メガロのようにアップデートされた東方怪獣には可能性が秘められている気がするんですよね。モンスターバースはオリジナルタイタンの活躍の場として、国産ゴジラは東方怪獣を新たにリメイクする場として、様々な作品が発表されたら面白いなぁと思っています。ゴジラコンテンツがどうなっていくかは少しずつ分かっていくと思いますが、しっかりと追っていこうと思うので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。